皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、名古屋第二環状道路、通称名二環が開通しました。本日は5月1日でございます。本日はね、15時から開通したということで、その内容をお伝えしていきます。今私、大春南インターチェンジ清洲方面から来たところで、飛島インターの方に向かっていく道路にを走っております。今名古屋西ジャンクションにいますね。今までですね、これ本線が左に行ってたんですけども、名二環が本線になりましたので、まっすぐが名二環、左に行くと東名阪名古屋高速に向かっていきますので、ご注意ください。ではね、いよいよ新開通区間ですね。名古屋西ジャンクションを通過していきます。ここね、ちょっとね、ジャンクションがですね、今まではそのままね、壁沿いにまっすぐ行って、でそのまま右車線が東名阪、左車線が名古屋高速というような感じだったんですけれども、新たに先ほどね申し上げたように開通しまして、本線が東名阪、すいません、名二環で、分岐側が東名阪と名古屋高速というような形です。新しいですね、いろいろもうこれいろんな道路が行き交ってますが、開通しておよそ25分なんですけれども、まあまあ車いりますね。いやー、もうね、なんか旗振ってる人いますけど、故障車がいるみたいですね。いやー、なかなかちょっとタイミングがいいのか悪いのかわからないですけど、故障して、してしまいましたね。車線規制してるようですね。結構、あ、終わったんですかね。片付けてますけど、片付けてませんでしたね。はい、故障車区間を通過しまして、我々は本線を引き続き入っていきます。ここがね、多分ね、千音寺南インターの入り口合流地点ですかね。うん、多分そうです。道路は非常に走りやすいですね。継ぎ目はありますけど、まあ、やっぱ新しい道路だったんですかね。基本的に防音壁が周りにありますね。多分街並みだからか、騒音感がね、防止なのかわかんないですけど、基本的に名二環は制限速度60キロです。おそらくね、先ほど申し上げたように市街地を通るからっていうのと、設計速度がね、確かこれ60キロだったと思います。これ確かウィキペディアかなんかに書いてありましたけど、新しいね、なんかね、ホームページ見たんですけど、なんか作業がしやす、作業点検がしやすいような設備があるようなことが確か書いてありましたね。それで、ここを、まあ、開通したということで、基本的に非常ネットワーク、まあ、地震が起きた時とか、そういった時に使われる道路だそうですね。まあ、これね、津波来てもおそらく結構ね、高いですからね、津波避難としても使われるかと思うんですけど、まあおそらく地震にも強い建物になってるんじゃないですかね。阪神・淡路大震災の時はちょっと高速がね、もう鉄柱から投げ倒されちゃったんでね、あれちょっと怖いですよね、ああなってたら。多分もうそれ用の対策はされているかと思います。もうね、ここね、名古屋のだいぶ南で、多分埋め立て地の近くにね、飛島方面に行くとなっていくと思うんですけれども、走行している間に富田インターですね、500メーター先にあります。反対側もまだパトカーとか走ってますね。料金的にはですね、名古屋西ジャンクションから飛島インターまで多分ね、600、まあ、ジャンクションなんで分かんないですけど、640円、50円ぐらいだったと思うんですけれども、
今ね、名義がね、距離制になってしまってるので、普通車で言えば最大距離がね、1200いくらだったと思うんですけど、最短距離がね、210なんですけど、まあ実質の値上げですよね。まあなんで、まあ今まで通りちょっと使ってるとちょっとお金がかかるかなーっていうようなね、感じです。港区に入っていくようですね。それで、まああとは大型車ですとかトラックのね、物流がだいぶ効率化される、時間短縮になるっていうお話なんですけれども、一応ね、名古屋西ジャンクションから飛島ジャンクションまで一般道で37分。高速、まあ、名義間で12分ということなんですけど、まあどうなんでしょう、15分短縮されるっていうことでだいぶ楽になってくるんですかね。はい、ここが富田インターの入り口にの合流になるんですかねと思います。制限速度ね60キロです。先ほど申し上げましたがね、対60キロです。基本的にまあでもね、まあ正直な話ね、こんなところまっすぐですからね、走りやすいしまっすぐだもんで、だいぶもう覆面捕まってますね覆面捕まってるのか故障者なのかちょっとわかんないですけど、まあ60キロなんでね、もう多分最初のうちは取り締まり強化してるでしょうね。なので、高速道路じゃありませんので皆様ご注意ください。制限速度は60キロです。はい、まもなくね南陽インター26番ということで見えてきました。まあこの高速、左側にですねイオンモール名古屋茶屋ですかね、あれは多分が見えてきました。おそらくね、ここのあそこのね内容じゃなくてイオンモール名古屋茶屋に行かれたい方はこの内容インターが多分最寄りのインターになりますかね。まあそう考えるとですね、モゾワンダーシティっていうあのインターが多分、インターじゃないわ、イオンモールがあると思うんですけども、まあこの名義間でつながったということになりますね。まあだから時間がね、ある方はイオンモール名古屋茶屋にも来られますし、モゾワンダーシティにも行けますので、まあ、ちょっとすいません、ちょっと料金は分かんないんですけれども、まあ楽に行けるようになるんじゃないかなと思います。はい、我々は引き続き名義間を飛島ジャンクション方面に向かっております。ちょっとね雲行きが怪しいんですけどね、今日ね実はね雨の予報だったんですけれども、なんとかね持ってくれてます。これ雨降ったらどうなんですかね、水たまりとか結構すごいことになるんですかね、それとも水はけがいいんでしょうか。まあ最新の技術だからいいんでしょうけど、はい、あれがですね南陽インターの入り口ですね。一応ね資料によると名古屋港のコンテナ量が結構増えてるみたいなんですよね。まあだから、まあ、コンテナのトラックをどこに運ぶかちょっと分かんないんですけど、まあ、それで名義館がねもし活用されるんだったらだいぶ効率よく運ばれるんじゃないかなというような印象があります。はい、我々は日光川の橋を渡っていきます。隣はね国道302号線です。ここがね、唯一名義間では多分一般道と並走して走る区間だと思いますが、飛島村、確かね埋め立て地だったような気がするんですけど、まあどうなんでしょう、これ橋から飛び移るんですかね、もし何か津波があったら。ここら辺どうなんでしょうね。あ、はい、飛島北インター出口1キロ先ですね。飛島北インターより先別料金だそうです。まあねこのままね飛島ジャンクションに行って伊勢湾岸に繋がっていくので、名義間を最終でご利用
の場合は飛島北インターで降りてください。そこから先飛島ジャンクションに向かっていきます。中部空港セントリアですね。23号線302号線ですね。見えますかね、名工トリトンが見えますが、わかりますでしょうか。飛島ジャンクションをトヨタ方面に向かえば名工トリトンにを渡ることができます。逆にですね、四日市方面に行けば長島スパーランド、長島湾岸長島インター方面まで行けますので、もしね、キオスから長島に行かれる方は東名阪で長島インターで降りていただくか、もしくはね、名二館、ちょっとね料金高いですけど、名二館から伊勢湾岸経由で湾岸長島インターまで行かれると良いと思います。まあ、もしくは23号線でも行けるので、この飛島北インターで降りて23号線に行かれるのも良いかと思います。で、逆にレゴランド行かれる方に関しては名工中央インターで降りることになりますので、名二館からトヨタ方面、飛島ジャンクションをトヨタ方面に向かって行かれると一区間で行けます。で、23号線でも一応行けますが、ちょっとね遠回りですが、まあ、一応ご予算ですとか時間ですとかいろいろな合わせてご利用されると良いと思います。まもなく飛島ジャンクションですね。もう開通して30分経ってますけど、だいぶ空いてますね。もう誘導車はいません。あと2キロ。まあこの道路ね出て、まあ、そのうちまたなんかデータが出てくるんでしょうけど、なんかあった時はね、迂回ですとか、ね、全然便利ですよね。まあ、メインみかんじゃなくて、このね、名工トリトンがね、夏とか台風になると結構ね、通行止めになったりするんですよね。なので、大阪、東京方面行かれる方は、このね、まあ、中京圏料金が改定されましたので、このね、5月1日から。なので、迂回としてメインみかんをご利用されやすい。まあ、そもそも通行止めになったらね、料金調整するんですけど、よりね使いやすいような仕組みになったんじゃないかなと思います。なので東京大阪方面に行かれる方は名二環経由、名古屋高速経由、伊勢湾岸経由、東名名神経由で行くことができますね。はい、飛島ジャンクションやってきました。これねちょっとね難しいんですけど、右側がトヨタ方面、左側が四日市方面です。基本的にね、左が今ね向かっているところからすると左側が四日市方面なので、四日市に行きたい方、右側にもしかしたらね いるかと思うんですけれども、反対側ですのでご注意ください。一応ね路面にも四日市トヨタというふうに書いてありますが、間違えないようにしてください。大きくね右まっすぐがトヨタ、左が四日市新名神、右側が新東名、東名方面ですね。料金所がありますね。 ETC 専用が一番右、真ん中が ETC 一般、左側が一般レーンです。多分ね今日ね開通だからだと思うんですけど、フルで開いてますね。まあ迷ってる方はね真ん中におればいいと思います。この料金所を過ぎるとすぐにもうねジャンクションといいますか分岐になりますのでご注意ください。一番ね無難なのはトヨタインター、トヨタ方面に向かわれる方は右側のレーンに、四日市方面に行く方は左に行かれると良いですね。あ、間違えた、ごめんね、トヨタ行っちゃう。ということなんですけれども、いかがでしょうか。我々はね急遽名工トリトンに行くことになっちゃったんですけどはい、注意してくださいって言ってね、本当はね四日市方面に行く予定だったんですけどね、間違えましたね私が。これがいい例ですので皆さんお間違いなくはい、まあついでにね名工トリトン取っていきますね。今我々はトヨタ方面に向かっています。
レゴランド撮れるかもしれない。でこれが伊勢湾岸の飛島インターの入り口ですね。はい、ここから一般有料国道ということで、一応ね名二環一周できるんですけど、ここの先ねトヨタ方面に行けば名古屋南ジャンクションっていうところに行くんですが、このね伊勢湾岸の部分がちょっとね有料で、もしね一周できるんでしょうけど、おそらく料金がね距離制なので高くなるかと思います。もしねここ通行止めだったら、ちょっと遠回りですけど名二環経由して名古屋南ジャンクションに行くことができます。はい、名高トリトンですね。名高中央インター。ということで名高中央インターはレゴランド見えますか。ちょっとねここなんですけど、ここにちょっと彩りのいいホテルがあるんですけど、これがレゴランドホテルですね。横風注意、結構ね横風強いんですけど、あのトラックとかね乗用車の背高が車乗られている方は注意が必要ですね。はい、金城埠頭とレゴランド行かれる方はここですね。ポートメッセ名古屋に行かれる方もこのインターが一番近いインターです。正面に見えるのが金城埠頭の市営公営、すみません忘れました、の駐車場です。レゴランド行かれる方はね、あそこの駐車場を利用されるというかと思います。合流地点はね、下りの四日市方面から来られる方がいらっしゃいます。ポートメッセ左レーン、金城埠頭駐車場左レーンって書いてありますので、駐車場行かれる方は左のレーン使ってください。我々ねちょっとね間違えたんで違うとこ行きますけど、飛島ジャンクションからそこはここまでは310円だそうですね。金城埠頭の駐車、あ、分かりやすいですね。これ茶色のレーンがありますね。ということでございます。さあね、ちょっとね予定外の状況になってたんですけども、一応ね今回の動画は名古屋第二環状道路、通称名二環の動画を撮影していきました。なかなかね綺麗で、ちょっとすいません、なかなか綺麗な道路でね走りやすかったですので、皆さんもねお近く来た時、もしくはお近くの施設、インターの、ね、近くに施設をご利用される際は利用してみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。